雰囲気違うって。だってメイク薄くしたんですよ、一昨日。もうちょっと前の公演からメイクを薄くしまして、なんと、うん、薄くしましたで、どっちがいいですか、みんな。昔か、かっくん、ワイプ、お疲れ、ありがとうございます。娘よき、嬉しいわ、ね、全然、めっちゃ薄くしたんだけどな。まあって感じです 100% 冷やし見た、ありがとうございます。冷やし、じゃあこれからは薄めいきますね。エス、なんとかさ、SUUSKE って言うの、ハートありがとうございます。そう、表紙です、キラーいや、この前大岡さんと2じゃないやったんですけど、その表紙の日から大岡さんとは仲良くなりまして、で次の日も手綱に一緒に出たりしてたので、すごい仲良くなりました。ゆうすけハート、こうすけたんハート、クロポンだるま、ありがとうございます。指輪つけてますよ。あ、ちえもりさん、アイスありがとうございます。やっほー、今日もかわいい、ありがとうございますなに今日めっちゃ、なんか目の下キラキラ触れられる。夢、花束ありがとうございます。のりひろ城、星ありがとうございます。はっくん、ありがとう。たぬき、赤堀、君いるかな。赤堀、君、君へクロポン、オンパリントございます。レストレーションセンター最高でした、ありがとうございます。嬉しいです。キミちゃんにショールーム見に来てねって、さっき LINE 来たら OK やってきたから、来てるかなと思ったら違った、今度来てないかな、まだなんかもう喉カサカサでなった今、危ね。クロポン、かわいい。現場監督さん、かわいい、ありがとうございます。じゃあ君いないかも、何時に始めるとか言わなかったからベンタケさん、これは小判ありがとうございます。明日の通知よろしく、ご自愛こそお願いします。皆さん、ですね、鈴木エナはなんか唇に変なのができたんです。明日横浜ですよ。明日はツーショット撮影なので、おしまし待ってます。皆さん、でも感想なのかな、わかんないんだけどさ、なんかなって、ここがだから、あ、そうなの、おしましは取れないの、初めて知った。なんかね、そう、
なんかね、よくわかんないやつができまして、ね、一昨日ぐらいの公演の席からずっとあって、だからなんかね、今日ご飯食べたら危な危な危な取ったらね、なんか痛くて染みております。もうの一昨日の公演の日からめちゃくちゃ唇プルプル目指して、てかプルプルなんですよ。もうだから明日見に来てください。うん、ずっとこれ塗ってる最近。そう、なんかね、色付きリップをずっと塗ってないから公演中多分ずっと色ないんだけどね。まあまあ気にせず、気にせずにね、見てて。明日もプルプルだから。えな、リップを手放せない病だから今。マジでテカテカだみんなにテカテカだよって言われる。うん、まあいい感じでしょう。リップはニベアらしい。えなはこれ使ってる今。なんかいいかなと思って、治ったかな、治るかなと思ってどこから読んでないんだろうな。すだちさん、だるま、みらそらさん、だるま、ありがとうございます。はっくん、めちゃかわいい。ちゅうめいさん、かわいい、ありがとうございます。そう、なんかめっちゃ唇が治るやつを調べまくって、そしたらこれだった。唇が潤ってる。だから蜂蜜を塗っちゃったことある？ないですよ。あんの蜂蜜塗る人そう、グロス今塗っちゃダメらしくて、逆に荒れるって言ってたからね。ハイチミツいろいろ調べて、マジ唇なんか、えな知らないけどさ、唇噛む癖があって、こうやって、だからそれを今ねやめてるんです。余計に荒れるから。クロポン、ありがとう、お疲れ、ありがとうございます。何、髪の毛すごいことになってるって来てんだけど、何がすごいことになってる？なった、あ、なった、よかった。唇の皮取ったりするで、取らないね、リップあんま塗らないなって感じリップ塗らない、最悪。まるちゃん、花束、ハート、ライコーさん、花束、ありがとうございます。塗ってなくてその色です。唇全然荒れない、いつも。うん、いいって感じ。
ああ。はじめましてだって。はじめまして。やっほー。北川芳乃さんに似てるって言われたことある？めっちゃありますよ。最近よく言われます。それこそ握手で、握手してる時に芳乃さんに似てますねみたいな。いや似てんのかなと思って、昨日それに芳乃さんに言ったんですよ。芳乃さんに顔似てるってたまに言われるんですよって言って、そしたら言われたことないって向こうは言ってました。じゃあマジ髪の毛長ければ似てるみたいなとこあるよね。髪の毛伸びたんですよ、そろそろ切りたい。うん、そう石黒さんにも似てるって言われるし、キミちゃんとどっちが長い？キミちゃんじゃない？え、キミちゃんだと思う絶対。でもあやも長いから、あ、キミちゃんだ。キミちゃん、LINE 送ったの見たよ。めっちゃ目かすした。あやさん長いよね。ずっと見てたら知っとるよ、知っとるよ。髪が、噂をしたら来たね、髪の毛が長い。なんか今日めっちゃ前髪パツンじゃん、いい感じ。お互いのショールーム監視マンだからうちら。面白い。うん、この前キミちゃんがショールームしてた時にエナがキミちゃんの横で見てたら、ギフトを投げてる人の名前を呼んでたらなんか似てる名前の人って、聞いたことあんなーって名前の人ばっかで面白かった。うん。見ろって言われたから見てんな。しんどいしんどい、それはしんどい。エナが言ったけど。ゆうすけさん、たぬきありがとうございます。おつまこのアバターなんだ。あ、そう、えなさ、ふゆっぴのアバターが欲しくて、ふゆっぴに昨日ショールームやるって言ってたら、やるよって言ったから、やるとき教えてくれって言ったら、あの普通に見んの忘れて寝てたっていう。かなちい忘れちゃってた。あ、いた、フィッピのアバター。そう、ツインテールの。マジでかわいい、これかわいい。フィッピ、フィッピ今日もやってようかな。じゃあ見に行こうかな。5分前です、ありがとうございます。あ、揺れた。これランキングまた変わるよね。40分か変わんないのか、あれ。まあ、いや、一応46分になって、あ、今変わった。なんかもうなんかわちゃわちゃしてる人みたいな、面白い。あい。
13位まさきさんありがとうございます。12位かずぽありがとうございます。11位みちおアット在宅、いや在宅やめよおいで、おうちじゃなくておうちじゃない外に一歩踏み出そう。10位ライコさんありがとうございます。9位すだちさんありがとうございます。8位かよアットアットなんだ7位ゆうすけありがとうございます。6位すぎくんえなさんのおごりの焼肉が食べたい絶対おごらん。5位はっくんありがとう。4位ちゃんのりさんありがとうございます。3位現場監督さんえなたの唇プルプルです。2位のりひろじょ完売でありがとうございます。そうだクロポン1位13日まで在宅ありがとうございます。そうだありがとうございます。ありがとうございます皆さん待ってます。13日の3部完売しました。ありがとうございます。あと10月の9日にお渡し会もあるのでよかったら皆さん来てください。一部あるので制服の日皆さん来てね来てねお渡し会行きます。ありがとうございます。待ってます。明日も握手なので来てください。明後日もか明日と明後日ツーショット撮影会あるのでよかったら来てください皆さん。13日制服2人でいろいろ回ってね。 OK 回るわ。あえな明日の用意してないから明日の用意します。とりあえず私服は秋っぽいやつ。2日目はえなが気に入った一目惚れした服を着ます。シャメ待っててシャメ待ってるね待っててねあした何部だっけ5部ぐらい間違ってたらめっちゃ恥ずいけど誰か分かる人いないかな。4か5ぐらいどっちだっけ。4かな。4部です。4部らしいですまたじゃあモバメを送るので皆さん確認してくださいね。バイバイ。そう明後日一部ありがとうございます。4部だよ4部と一部だよ。バイバイ。